が風速2メートル前後の追い風コンディションです。シリーズ2日目の攻防は第2レース予選競争。対戦メンバーです。1号艇玄馬徹、2号艇吉田孝之、3号艇高塚誠一、4号艇天野明雄、5号艇高山哲也、6号艇岡部聡、以上6選手の対戦です。すんなりと枠番通りに収まっていきます。1号艇玄馬徹がゆっくりと今ホームランに移動、インコースに進入となります。スタート集中して、ここは反撃開始といきたいところ。1号艇玄馬、そしてその熟練のさばきを2コースから披露するか。2号艇吉田孝之が2コースから、3号艇高塚誠一センター3コースをさばきます。1番のセンターの競争場、タラントルのシリーズの中でもぶっちぎりの出走回数を誇ります3号艇高塚。ここまでがスローとなって4号艇天野明雄が4コースとの位置です。鋭いスタート、そして着取りも崩れません。抜群の安定感を誇る4号艇天野が4コースかの位置から、5コースには地元5号艇高山哲也、初日は2コースからうまく展開を捉えての集合写真でありました。6号艇高山の集合写真です。スタートしました。足で1号艇5号艇、この辺りから1号艇天野が攻める。3号艇高塚が内から抵抗、そのまま先に伸びる学校幕下審議に変わる。4号艇さらに内からは1号艇クルタコンダ現場バックストレッチ、枠に決まったが3号艇高塚誠一に目先かけようと4号艇アドバスへまで、さらに内からは1号艇現場取ると3点を取ったのせい、シールコンベクトが先頭を取った3号艇高塚大クレーススタートしているようです。さらに先頭が先頭で高塚1号艇高塚1号艇高塚3番手、上位体系3番、1番、4番、後方は2号艇、5号艇、2号艇。